はい、どうも。今日ね、案件です。プロモーションです。はい。で、まあいつものあれですわ。スルーナイトさんの LED ライトですね、お決まりの。はい、またね、商品提供いただきました。はい。で、相変わらずね、まだ中身全然見てないっす。はい。今からちょっと開けて、中身どんなもんかちょっと開けてみたいと思います。まあ、メールではね、やり取りしたんでね、なんとなくこんなのを今回お願いしますよというのはね、見たんですけどね。実物初めてです。いや、いきなりもう本体出しあれ出し、まあれなんだこれ、抜けねえの。え、ああ、そういうことか。今度懐中電灯じゃねえんだこれ、ベルトがなんかついてんな。抜けねえ。ああ、そういうこと。はい、これ多分さ、ヘッドライトだと思う、初めて。うん、ちょっとこれ、まあいいや、ちょっと本体入ってました。あとは、充電ケーブルのタイプ C です。で、あとは付属品、あ、このポケットなんかに引っ掛ける金具だね、こうやつね、これ胸ポケットなんかぶら下げる金具で、あとは、あ、いつもスルーナイトさん付属してる、全く同じ、一応開けるか、あれ、あかん、よいしょ、いいこと、出しづらいなこれ。はい、ね、いつもついてるスルーナイトさんのこのゴムのオーリングですな。このバッテリーの入ってるところの、この開けるとこにね、防水用のオーリングついてるんですよ。それの予備が2本ついてます。で、あとは多分ここかな、充電端子のとこの防水カバーの予備です。はい。で、あとは取説ですな。取説が入ってまして、まあ、いつものスルーナイトさんの取説と似た、同じようなデザインの取説ですな。日本語とドイツ語、中国語、英語、4カ国語の取説です。相変わらず見えねえな、これ。動画全然見えねえわ。まあいいや。はい、以上となります。入ってたものは。で、とりあえず本体ちょっと見ていくか。まずなんか輪ゴムでこのゴムがまとめてあるね。ちょっとこれを外そう。あと、あー、やっぱりそうだね、ヘッドライトだね。ちょっとはめてみる。どうなってんだ。こうか。まず長さ調整が必要だな。どうなってる。お、ちょっと難しいなこれ。長さを調整しないと、ちょっと、どうやって調整、あ、こういうことか。これをこっち引っ張ってやれば、この上の部分がセンターに来るのね。で、これでどうだ、こんな感じ、ちょっと緩いけど、もうちょっと締めればこんな感じだよね、おそらくね。なんかこの、丸っパゲの頭にこのヘッドライトをつけるってなんだこれ、どんな感じこれ。なんか変だな。まあいいや、まあこんな感じのヘッドライトです。
スルーナイトさんはヘッドライト初めてだな。ヘッドライトあったんだね。で、ちょっととりあえずして、電源スイッチが、あ、ここだね。ここにライトがあって、ここの横のとこ、ここ、ここのサイドの方に電源スイッチあります。多分このまま入れてもつかないんだね、やっぱりスルーナイトさんね。どっちだ、バッテリー入ってるのか。あ、ここだね。ここが回るから、ここにバッテリー入ってるんだね。これをね、ぎゅーっと締めて、あの中のバッテリーが通電する感じになってますな。これ安全上の問題ですね。問題で、こういうふうに、あえてそういうふうにしてあるんですね。で、これ多分つくと思います。はい、ポチッと、はい、つきました。まあ、ついたけど、ちょっと中身、とりあえずちょっと見るから、バッテリーがどういう感じ。これ。ちょっときつく締めすぎたな。バッテリーは、はい、こういうバッテリーですが、3100mAh で、型番が18650っていうバッテリーですな。はい、このスルーナイトさんオリジナルのこういうデザインのかっちょいいやつですね。じゃあまた元に戻そう。よいしょ。はい。で、とりあえずちょっとこの状態でちょっと電源、明るさチェックやってみっか。ちょっと、よいしょ。あ、ちょっと待って。その前にさ、これモードが説明してもいいんだけど。見えねえな、これ老眼鏡、老眼鏡しねえと。はい、老眼鏡セット完了。モードが SOS モード、ファイヤーフライモード、まあ一番暗いモードだね。ローモード、あ、今度はリーディングモードってなんね。リーディングモードってスルーナイトさんこれ初めてだな。で、ミディアムモード。で、ハイモード、ターボモードといった感じでさ。多分このリーディングモードっていうのはさ、あれだね、なんか読書っていうかさ、こういう説明書をこう暗がりでこう見るための明るさだろうね。131ルーメンです。はい。あとはスイッチ、操作関係のスイッチは、見る限りではここの一つだけだね。サイドのスイッチこれだけ。あとはここがどっちから来るんだこれ、充電端子、タイプ C の充電端子あります。これだけで、あと回すとかそういうんじゃねえよな。うん、とりあえず言う、とりあえずはこの、うん、とりあえず使ってみよう。相変わらず、とりあえずあまり見ずにやる感じですな。とりあえず、行ってみよう。ちょっと待って、暗がりでやると分かんない。最初にちょっと、入れてみよう、スイッチを。スイッチオン。これで今、ちょっとついたな。これが邪魔。で、消えた。最初一発入れるとこうつくんだけど、これが何モードなのか全然わからん。あー、なるほど、わかったわかった。一回スイッチを押すと点灯します。これがちょっとね、何モードかわかんないんだけど、で、連続でこうずっと押しっぱなしていくと、だんだん明るくなったり暗くなったり、こんな感じで切り替わってきます。で、長押しだとファイヤーフライモードって一番暗いモードだね。こんなぐらい
まあ、とりあえずちょっとやってみるか。省略してよっしょ。ちょっと、はい、スイッチどこ行った。ここか。まず一発目スイッチオンします。これローモードかな。うん。で、もう一回押すと、なんだっけ、リーディングモードだっけ。だよな。二つ目の明るさが、ん？そうだね、リーディングモード。131レベルです。多分リーディングっつうんだから、これでなんかこういう説明書とか本とかこう見るための明るさにはちょうどいいんじゃないですかっていうモードだね。で、もう一回押します。で、これミディアムモードが345ルーメン。まあこれだと普通にもう懐中電灯の明るさとしては機能する明るさだね。で、で、ハイモード。ハイモード明るいわ。すげえ。すごいっすよね、ハイモード。あとその上のターボモードがわかんない。これハイモードだと、1256ルーメンです。ただしね、熱持つんでね、4分半だけです。点灯してるのは。4分半だった後は、明るさが800、867ルーメンまでちょっと落ちますね。まあ867ルーメンなら十分だよな。で、あとターボモード、もっと明るいモード、一番明るいモードがね、3320ルーメン、すげえな。それが多分ダブルクリック、ん、そうだよな、ロー、チュー、ハイモード、これハイモードでしょ。で、ショート、ダブルクリック。はい、ターボモードです。もう3320ルーメンずっともう、わけわからんな。光の明るさの差が、ちょっと部屋ではわからんな。外でやんないと。まあ、といった感じのモードですな。で、一番明るいね、ボタンモードね、3320ルーメン、2分間だけですね。さすがに熱持つだろう。で、2分後は、853ルーメンまで、光の強さ、明るさが落ちます。で、853ルーメンで、110分、点灯してるっていう感じですな。まあ、十分でしょ。800ルーメン以上あれば。で、これをヘッドライト、みたいにちょっと頭につけてみっか。ちょっとライトの向きを。どうだ？どう？こんな感じ。今ターボモードのままなんだけど。これをちょっと角度はこういうんな感じで変えられ。さあどうでしょう？こんな軽くて。ヘッドライトってさ、結構便利なんだよね。やっぱ両手がこう離せるっていうのはさ、すごい楽だから。外で使うときは非常に便利。懐中電灯でこう持ってあげるよりは非常に便利だね。で、この頭につけた感じ、このゴムのフィット感もねこれ人によるかもしれない。俺頭丸刈りでもうハゲだからさ、結構ねこのゴムのフィット感がねなんか気持ちいいんだよね。で、別にこのなんかこうなんか当たり具合がなんか嫌な感じするかなーって、それも全然ないね。なんか結構フィット感いいね。で、重さ全然重さ感じないっす。これ女性つけても全然わかんないな。重さ長時間つけてもね、なんかこう締め付けるとかそういうのも全然ないし、まあこのゴムのベルトなんで若干調整低いんで、その人の頭に合ったあの強さで締め付けてもらっていて、これ今ねちょうどそのままつけてたのと全然あのね、つけてて、これ違和感とか、なんかこう締め付けられなーって感じはないね。うん、よくできてるよ、これ。いいね、ヘッドライトはやっぱ。光
かもさ、スルナイトさんのヘッドライトがあるの全然知らなかった、うん、今まであんなにたくさんさレビューとか載ってるにさ、ちったよく勉強してけよって感じだよねスルナイトさん商品買っていただけるに、まあそんな感じです。でまあ通常使うのはあれだろうな、このハイモード、ハイモードがやっぱり一番使うしね。こんな感じでね、こう山あったり散歩して犬なんか連れてさ、夜の散歩とかいいよね。ただ俺がさ、ハゲ頭でさ、このヘッドライトつけてさ歩ってて夜に使ったら怪しいよなまだ帽子をかぶってさ、帽子とかヘルメットとかかぶってやるんだけど、これハゲ頭のまんま直でこれつけてる、なんだかヘルメットなんだかな、ハゲなんだかよく分からんような状態だなまあそういった感じの商品ですね。これはいいわ、これは俺使わせてもらうぞ。うん、という感じで、これも当然のごとく外で明るさの検証、当然これはやります。はい、やりますってことで、やりたいねこれ。外だと楽しみだわこれまあヘッドのベルトのとこんな感じ、スルナイトっていうこういうねデザインのこんなベルトです。はい、でこれをさ、ここが外れるんだよね、ここがゴムになってんだよね、これちょっと待ってね、ゴムで外れるんで、さっきの金具よっこしょ、これきっちりはめ込んであるんだよね。コツをつかめば別に簡単に外せるみたいな感じなんだけどね。よいしょ、外れました。はい、今ベルトとこれ切り離しました。それでここにこういう金具、胸ポケットの中に差し込める金具、ここにカチッとこうはめ込んでもらうと、こういう胸ポケットにつけられる感じですな、うん、まあ今胸ポケットないんだけどね。あとスルナイトさん、こういう方向にも、あとこういう逆方向にも両方こう差し込める機能のついた金具なんでね、非常に便利です。だから普通にこれベルトない状態でもこうやって持てば使える感じですな、うん、あ、だから逆にさ、これポケットあるとすれば、これをここにこうつけておけば、わざわざ頭につけなくても、ポケットとかリュックなんかもちょっとこういう差し込めるの感じのところになってるよね。これ襟にはさすがに刺さらねえな、これな。これ逆だったらいけるか。結構ね、がっつりね、挟むんだよね、これ結構。こう落ちないようにがっつり挟むようになってるね。これは無理だな。ちょっと試してみたんだけどさ。あ、入った。要はね、こんな感じ、こんな感じでこうつければ、わざわざ頭につけなくても、ここでこう、まあ胸ポケットならもっとこう安定感があると思うんでね、こういう感じで、と両手がこう使えるっていう感じで使えますが、うん、まあ、といった感じの便利なヘッドライトですな。はい、これ金具つけたまんまこのここにつけられるのかな、いけんのかな、あ、もしかしてここをこの金具に差し込めばいいんか、これ俺今思いついたんだけど、あ、こっちか、これを先に、こうやって、あまり安定感は良くねえな。やっぱ
ぱりこれはダメだな。安定感あまり良くないね。やっぱりこの金具を外してやんないとこのヘッドギアにははめ込めねえかな。そんな感じがするんだけど、なんかいけそうな感じもするんだよね。どうしてもやってみてよ。金具をつけたまんまいけるんじゃねえかと感じがするんだよな。5なんだ。いけるいける。ちょっと入れるとききついけど、はまっちゃえば別にいけちゃうね。あ、いけるな、これ。ちょっと変だけどね。ちょっと無理があるけど、どうにかいけた。ここに金具をつけたまんま、こう、つけて、無理があるな、これ。これはちょっとやめよう。はい。まあ、とりあえず、ちょっと外で明るさを検証していきたいと思います。はい、はい、ではスルーナイトさんのなんだっけ型番あのヘッドライト夜のあの検証していきたいと思います。まずスイッチオン、こっち、あれ、これがハイモードかな。はい、ハイモードこんな感じです。今手に持ってんだけどね、明るいわこれ、すげえ。まあ今この公園の駐車場で相当遠くまでね、あそこの入り口まで50メーター以上あるんだけどね、あそこまで余裕で見えるね、肉眼で。はい、木映すとこんな感じで、建物映すとこんな感じ。自分の車今ここ置いてあるんだけどね、もう夜の撮影大変だわ。あの人気がいないところをね狙ってこないといけないんでね。であまり長くやってるとさ、まれにパトロールのおまわりさん来たりするからね、職務質問されちゃうとね、いろいろややこしいからね。はい、ここもこんな感じです。これ近所の公園の保育園なのかなんかよくわかんないんだけどさ、まあ、こういう施設もヘッドライトで十分全体的を照らせます。これハイモードだね。でこれがさ一番暗いモード、これ多分カメラじゃ全然わかんないと思うんだ。こっちに向けると手のひら照らすとまあ光出てるかなってのはわかるんだけど、まあこれはほとんど使うことないな。これファイアフライモードってやつだね。で消灯でもう一回行きますよね。これ、とりあえずローモード。ローモードこんな感じで、ね。ローモードで、まあまあまあ、呪文の、まあ、10メートルぐらいかな。が、ちょっと薄明るく、まあ歩くには十分な明るさだけどね。こんなもんだね、ローモード。で、次が、ミドルモード。はい、ミドルモードこんな感じです。まあ、ミドルモードでも全然大丈夫だね。まあ、遠くまでは届かないけど、歩く分に関しては全然問題ない明るさ。で、ハイモード。これがさ、一番最初言ったハイモードだね。やっぱハイモードだな。多分これが一番使う頻度多いと思う。うん。あとはターボモードって言ったっけ？ターボモードがダブルクリックだっけ？あれ？はい、ターボモード。ハイモード、ターボモードの違いがなんか、もう目がね、なんか、ちょっとおかしくなって、明るさの違いがあんまりわかんないけど、まあでも明るいような、ターボモード。まあ、これそんな長時間は使えないんだけども、これ相当すごいわ。で、これをさ、頭につけて、ちょっと、俺の、こんな感じ、サブカメラで、自撮りっていうか、こんな感じで、
はい、サブカメラで今撮ってます。歩ってるとこんな感じ。ちょっと遠くまで、ある程度遠くまで歩ってみるか。で今これターボモードなんだけど、で一回消灯して、まあ一番使うハイモードでちょっとこんな感じでやってみるか。さあどうでしょう。これヘッドライトって便利だね。両手が空いててこれ歩けて、この明るさを照らせるっていうの、これほんと便利だわ。あまり普通の人ってあまりこういうの使ったことないけどさ、懐中電灯より圧倒的にこっちの方が便利だよ。両手が空いてるっつうだけでね、歩くのも楽だし、なんかこう地面に引っかかってさ転びそうになった時も両手空いてるからだいぶ違うと思うんだよね。まあ安全面から関しても両手が空いてて夜こう歩けるっつうのは、これはかなりやっぱヘッドライトはいいな。うん、ヘッドライトは一つぐらい、やっぱ地震とかさ、避難するときなんかもね、これがヘッドライト各家庭にあるとねかなりいいと思う。うん、はい、そんな感じで検証こんなもんかな。うん、スルーナイトさんやっぱ物はもう間違いないね。さすがですわ。はい、まあこれでちょっと終わりにすっかな。あんまり長いと本当なんか近所の通報、近所はねえんだけどさ通報、なんか通報されちゃうとまずいかんね。はい、じゃあセルナイトさんのちょっと固まらせた、ちょっと画面にやりとくけどね、ヘッドライトの検証以上で終わります。ありがとうございました。